一つ目の事例、日の南の、3つの行事を共同で開催というお話でした。では次の事例に行きたいと思います。今日はね、やっぱり日本の、中では特別な日にちということで、次は防災がテーマのお話になってます。芹ヶ谷中学校地域防災拠点運営委員会委員長の、若林聡さんにお越しいただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。若林と申します。はい、もうすごいですね。登場しただけで拍手だもんね。いいですね。私登場した時拍手もらえませんでしたよ。隣にね長尾さんがいて楽しい。いやありがとうございます。では、防災拠点のお話ということで進めたいと思うんですけれども、江南区には31の拠点があります。で、芹ヶ谷中学校防災拠点は、芹ヶ谷1丁目2丁目 4丁目にお住まいの一部の方が、対象となっていて、で、若林さん20年以上拠点の委員長されているということですね。知らないうちに20年経っちゃいました。時が経つのは早いからですね。まだ若いんですよ。まだ誰もそんな若くないなんて言ってないですね。大丈夫ですよ、はい、では続けて先に行きたいと思います。今回現実をこうイメージしたということで、より現実に即したというような、防災訓練のお話をしたいと思うんですけれども、こういうふうにね、今時間と場所と内容とということで、お話をしてるんですが、この現実に即したっていうのはどういう意味が、どういうその意味合いでそういうことを目指したって感じなんですかね。要するに、防災訓練って訓練自体をやろうっていう話になるじゃないですか。そうじゃなくて、要するに防災現実を、要するに災害が起こった時をイメージして、それならばこういう事態だったらこういうふうに対応するだろう、だからこういう訓練が必要だろうって、そういうふうに訓練しようっていつも心がけてます、ね、今朝も地震ありましたしね、早い時間にね、はい、はい、だから、これ当日のね、様子なんですけれども、委員の皆さんすごくこう説明をこう参加者の方にされたっていう感じだったんですよね。そうですね、私どもはやっぱりずっと20年ってやってますけども、マニュアルを作ろうなかったの当時ね。ですからマニュアルを作って誰もができるようにやりましょうよっていうふうにやってます。どう起きるか分かんないですからね。それだからやっぱりちゃんと言ってるように、その訓練をした人っていうか、防災拠点の委員はいつも常に来れるわけじゃないじゃないですか。みんな集まらないこともある。それでも誰かができるというような形にマニュアルを、要するに作ろうよっていう話で、マニュアルを作ってるうちに、ちゃんとしたマニュアルができて、役所の方から来たので、あ、これだったらこれを使ってやりましょうっていう話でやっております。ね、細かくいろいろとその参加者の方をね、ただの参加者にしないで、共にそれを乗り切るメンバーみたいな意味合いなんですかね。そうですね、うん、好きなのはDVD で皆さんお持ちかと思うんですけども、要するに避難者はお客様ではありませんっていう言葉が一番好きですね。好き言い方あれだけども、やっぱりそれを私訓練の旅ごとに言ってるんですけど、そういうのがないと、要するに他人事になってしまうんですね。で、誰もいなければ要するに何もできないっていうんじゃなくて、マニュアルが誰か何人か来れば、その人たちがマニュアルを見ながらこういうふうにしようよっていう形で、みんな動いてくれるっていうふうにしましょうよって形で、反行動で、皆さん動いてますので、今回 の訓練もちゃんとした形で言うと、説明が自分たちで勝手にできる、それを皆さんに伝えられる、そうなればそれが伝わる方も伝えてもらって、それが身になるというふうに私は思っているんですね、はい、この各コーナーでね、拠点の委員の方がすごく丁寧な説明を、その避難者として来られたっていう想定の方にしてたっていうことですよね。はい、実際の避難所で起こることをいろいろとみんなで共有をして、より具体的にね、本当に起こった時にスッと動けるような、だから よく言うじゃないですか、人事じゃなく自分事にしましょうって、そういうことですよね。それがちゃんと、要するに訓練に参加してるだけっていうのはどうしても人事なんですよね。委員の方が何かやってくれる、そうじゃなくて自分たちが何ができるかっていうことをちゃんと考えましょうよっていうことだと思います。
それが一応その現実にね、あった形でのというお話でした。で、もう一つ特徴的なお話として、オレンジのところに生と時間ってあって、別のタイムテーブルがあるんですけど、これ中学生の参加ということです。はい、中学生の参加ってね、ずっと前やりたかったんですよね。ところがね、なかなかできなかったの、前言いますと。そして言うと、どうしても学校の校長先生がいいと言わないとできないっていうんで、なかなかできなかったんですけども、いろいろ校長先生が言い方あるけど変わって、いや、そういうのにご理解があってっていう形で、ちょうど10年ですか、全部の生徒さんの参加型にしております。ただこのコロナでね、2、3年やってなかったので、今年は要するに学校の方もやりたいよっていう、生徒さん参加したいよっていう話だったんですけど、ちょっとやっぱりコロナで心配だったので、それで要するに2度っていうか、時間をずらして1時間ずらして、皆さんが住民の方が避難してきて、それからその訓練をして、終わったところにすぐ中学生が入ってきてっていう形で、要するに重ならないような訓練の仕方を工夫してやりました。はい、ね、これいっぱい中学生いらっしゃるんですけど、1年生が今回参加したのかな。はい、基本的に全校でやるとちょっとすごい人数になっちゃいますので、毎年1年生をやるっていうふうになれば、3年間でもって変わりますので、皆さんがそういう経験をするというような形をとっております。ね、中学生も地域にいるっていう意味では、ね、そういう形で、やっぱり小学生と中学生が違うのは、やっぱり中学生は担い手となるっていう話と、それからいろんなところで自分たちの弟妹も他の拠点でいるって話になると、地域でもって皆さんそういったことを一緒にできるっていう形に考えなきゃいけないじゃないですか。そのためには中学校がちゃんとしてないとっていう話で、そういう形で動いてます。これ予定にはなかった質問なんですけど、中学生の反応ってどうでした？なんかありました？いや、結構ね、一番最初にやった時がまずすごかったのはね、例えばトイレのね、組み立てトイレにやりましょうっていう話でやると、そうすると何も知らせないで、説明書を見ただけで、すぐ建てましたよ。やっぱり子どもの方がね、子どもそうなんだ、ね、頭がね、柔らかいんですよ。パーッとできちゃう。そうです。ですからね、皆さんそうやって、要するに参加型でもやりましたし、あと他に、10年前にやりましたけども、平成27年ですかね、障害者の方と一緒に、障害者の方を皆さんずっと連れてきて、それの理解と、それからどういうふうに動いたらいいか、再現にやったらいいかというのを中学生と一緒にやったんですね。ですから、そういった意味で言うと、中学生はすごく興味を持ってきて、何かしなければっていうふうに思っていると思うんですよ。そして、あともう一つは、ペットを同行、要するにペットの訓練というのは、同行訓練をちゃんと、犬、ほとんど犬でしたけど、犬を10頭ぐらいこう来てもらって、ペットの同行訓練をやったとき、その前の年に言ったとき、同行訓練、校長先生、すでに反対されてやらなかったんですね。あ、そうなんですか。ええ、要するに犬には犬だって危ないとかっていう話を、でもその時には本当に話だけっていう形でやったんです、うんうん、もうそしたら次の年やろうっていう形で同行訓練やりましたから、なるほどね、参加型っていうのはやっぱりいいですね。うん、まあそうですね、はい、やっぱりね、本当にいつ起きるかわからないっていうのが ね、はい、ありますので、じゃあごめんなさい、最後の話になっちゃうんですけど、これからのこと、皆さんにこれからのことっていうのをね、今日発表していただいた方には聞いてるんですけど、これちょっと写真載せてます。支え合いマップ作ってるところ。そうですね、住民支え合いマップっていうのは各地図で、要するにどういうつながり、このここはどういうつながりがあるかっていうのを、つながりを、図面に表していくんですね。そうすると孤立する人が孤立してるっていうのがあるんですから、それをずっとやってたんですね。全部やったんですけども、やっぱりここに来て、その住宅支えマップ必要だな、孤立してる人を探さないと、もう一回
探さなきゃいけないなと思って探してます、はい、だからそれにハザードマップを組みしたり、あと今年はですね、あの A0 の地図を、住宅地図をもう雑誌ぐらいの大きい A サイズですね、あれをあの買い揃えまして、あの要するにセリゲ防災拠点の区域をどこに何がある、でどうだこの人はどうだとか、それからあの避難してくれる人はここだよ、ここが危ないよっていうのをやろうとして、買い揃えました。その災害時の時にこういう動きをしたらいいかなっていうのを、はい、に特化したというか、そういう部分のアップを作ったという話ですかね、はい、またね、いつ起きるかわからない地震ということで常に備えておかなければというところもあったりすると思うので、はい、ちょっと短い時間だったんですけど、はい、また引き続きよろしくお願いいたしますというお話です、若林聡さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。